はい、皆さんこんにちは。今回は僕大好きなシングルフィンなんですけど、シングルフィンのフィンについてちょっと話したいと思います。このシングルフィンなんですけど、タッピーさんに削っていただいたこのスピード系のボードなんですけど、でこれ長さが7、これの対応するためのフィンがこれです。ニール・パーチェス・ジュニアモデルで 7.5 インチですね。で、一度はフィンをつける作業をしてみますね。これフィン固定している金具 でこっち側がネジ式になっています。で今回のフィンは前側で固定します。これマイナスですね。で先にこの固定のやつを入れます。で、一番初めのセッティングの位置ですね、ここに置いて、まあ、大体この辺やろ、真ん中、初め真ん中でします。で金具を入れて、でネジの位置を確認しながら、マイナスのドライバーで、固定すると。はい、これで固定できましたね。動きませんね。で次に、フィンの位置なんですけども、まずはじめに購入された時は真ん中で僕はつけます。真ん中っていうのは、まあ、こっち前と後ろ同じぐらいの幅を残して、でこれで乗ってみて、自分がもっと動かしたいな、ボードに対してボードをもっと動かしたいなって思う場合は、このフィンをで動かしすぎるなとか波が速いっていう場合は、これを一番後ろっていうのがシングルフィンのセオリーです。でスピードを出したい時とか折れた波とかだったら大体後ろ、フィンを後ろにやるとスピードを出したりとか折れたり、で前に行くごとにだんだんとマニューバーが入っていくというのがシングルフィンのセオリーです。でこれボックスといって動かせるんですけども、最近のシングルフィンはほぼこのボックスが入ってますね。でこれはマイナスのネジなんですけども、プラスのネジなんです。で固定するところも前もあるし後ろもあります。